塩尻市中心部周辺の空中写真。1975年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。塩尻市は長野県中部の市である。県央部における交通の要衝となっている。松本盆地の南端。 長野県のほぼ中央に位置し、県内随一の交通の要衝となっている。地形は、線状地形で、東西約1 8トル、南北約3 8トル、面積290.18平方キロメートルの地域を有する。塩尻峠、宇東峠、及び鳥居峠は、太平洋と日本海への分水嶺となっている。主要河川、奈良川、 小野川新州には海がないため塩を生産することができず、かつては日本海から塩売りがやってきていた。各地を回って売り歩いていると、ちょうどこの近辺で品切れになるため、塩尻という名前がついたと言われている。また、日本海側と太平洋側からそれぞれ塩が運ばれて、来るとこの辺りで両者が合流することから塩の道の終点イコール塩尻という説もある。 この説に総地名として、小さ型郡塩尻村がある。なお、塩尻市の見解は、定説はないとしつつも、上杉氏が武田氏に塩を送った義式を伝説、植園を由来とする説、地質、地形からなる説の三つを挙げている。かつては、塩の給仕である塩を用いて、塩尻とされた。鎌倉時代から戦国時代にかけて、諏訪大社下社の神領として、 筑区郡塩尻里,里が見え、田川を境に、西条、東条に二分していた。江戸時代は、塩尻塾や荒井馬宿などが、中仙道や北国西街道の宿場町として栄えた。明治時代、塩尻塾から約 2km 西方の大門地区に、塩尻駅が建設されて以降、塩尻駅を中心として、中央東線、中央西線、 市の井線が集約する分岐点となり、国道19号、国道20号、国道153号などの主要な幹線が交わる交通の要衝となっている。所轄警察署、所轄消防署、塩尻市は、地上一般放送事業者として、地上一般放送局の免許を取得、ワンセグ放送を実施していた。市内に、地上一般放送局3局が設置されていた。 就業人口割合は、第1次産業、第2次産業、第3次産業イコール8.4%、32.6%、32. 59.0%となっている。ドーナツ化現象により、国道19号沿線の郊外にロードサイド店舗の集積が顕著に見られ、JR 潮尻駅周辺の中心市街地が空洞化しつつある。そのため、 中心市街地活性化基本計画を策定し、活性化事業に取り組んでいる。交通の要衝としての立地を活かし、多くの物流、運輸企業が拠点を置いている。日本郵便が、下記の郵便局を展開している。太平洋側と日本海側の交通が交差し、本州内陸部切手の交通の要衝である。道路標識においても、重要地に指定されている。 松本空港塩尻駅市の中心となる駅、塩尻駅東日本旅客鉄道東海旅客鉄道、エンパークレザンホール国指定、選定、登録の文化財県指定の文化財は、長野県指定文化財一覧を参照。ありがとうございます。